原英莉花選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。で3アンダーで2日目を終えましたけども、1日振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、昨日よりチャンスに多くつけれた中で、あんまりこうパッティングが決まらなくて、ほとんどショートが多かったのがすごく自分の中では悔しいですけど、まあ、ロングでバーディーを取って伸ばすことができたので、まあ、よかったかなと思います。途中チップインバーディーもありましたけども、あれは狙って打ったんでしょうか。いや、すごい難しいアプローチだったので、すごい落としどころに集中して打ったのが思うようなところに落ちて入ってくれたっていう感じです。では狙って打ったわけではなかった。一応狙ってはいたんですけど、はい、そんな簡単ではなかったので、狙ったと言っていいのかちょっとあれですね。今日は朝から天気がコロコロ変わっていて、終盤は日も差していたと思うんですけど、やりづらさとかはなかったですか。そうですね、何ですかね、この光の加減で後半の方はすごい逆光になったりしてて、グリーンは見づらかったんですけど、まあでも雨とかでこう仕事が増えるとかよりはやりやすかったかなと思います。伸ばし合いの中で明日は優勝争いとなりそうです。原選手にとって今シーズン初優勝を戦う試合となると思います。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、まあ、やっぱりどれだけ多くバーディーチャンスにつけれるかっていうのが課題になってくるかなと思うので、しっかり、バーディーチャンスにつけてたくさんバーディー取れたらいいなと思います。原選手の優勝を楽しみにしているファンの方大勢いると思います。ファンの皆さんに最後一言お願いします。ありがとうございます。本当に、どんな時も応援してくださる皆さんに早く優勝を届けたいので、私も精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。原英莉花選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。